こんにちは、 JP コンサルタント趣味の部屋って感じです。今日は星空撮影として、まあフィルターを使ってみたので、まあ、そこら辺の動画をアップさせていただきます。今回使用したフィルターは星空をくっきり撮影したいという私の望みを叶えるため、光害カットフィルターというものと赤外線透過フィルターというものを買ってみました。これは8月ぐらいですかね、オーロラを使って星空を撮影したものです。私のモニターでは結構たくさん星が映っているんですけども、皆さんの画面ではどうでしょうか。もしかしたらば結構皆さんの画面では真っ白な感じになってしまって星が見えないんじゃないかなというふうに懸念しています。そこで私も何とかしようと思いまして、最近皆さんやられてると聞いた明合成とかいうのをやって、こうたくさんの写真を重ねてみたりとか、ホワイトバランスっていうかトーンカーブですかね、色のトーンカーブを変更して星とまあ夜景をきれいに分離しようというふうな形の試みを繰り返してみたんですが、ちょっと私の能力ではなかなかうまくいきません。これは、明合成をやった後に、トーンをちょっときつくかけて夜空の白かった部分に該当するような明るさ の部分を、まあ、黒く強調して、まあそれ以外の部分をまあ残したという形のものです。先ほどの写真に比べたらはたくさん星が写っているのが皆さんにもよくわかるんじゃないでしょうか。ホワイトバランス取り直す過程で実は暗い星はみんなちょっと潰れてしまったんですが、それでもこんだけたくさん星が写っているのがよくわかります。しかしやっぱりもっと綺麗に写り取りたいですよね。でやっぱり自然な写真を撮りたいとか、やっぱりそういう欲が出てしまうわけです。暗くて消えてしまった星もちゃんと写したいと思ったわけですね。でまず光害カットフィルターを使ってみました。これがそれです。真っ白かった星空が、星空っていうか真っ白だった夜空が少し黒くっていうか、まあ緑に見えますけどね、くすんだ感じになって星が綺麗に残っていますね。光害カットフィルターちょっと色は変わっちゃうようですが、星空を綺麗に見せてくれるという意味で結構いいかなというふうに感じました。この緑の部分はもしも画像処理するんだったらば、まあ、緑と赤だとかそういった色のバランスをもう一回ちょっと取り直してれば綺麗に見えるんじゃないかなと、綺麗な色になるんじゃないかなと思います。左上にあるのは私の家の屋根、右下にあるのは夜空の雲ですね。はい、これが左が光害カットフィルターで撮った先ほどの写真、右がフィルターがない、まあ、8月ぐらいに撮った写真です。一番明るい星は両方とも木星だと思います。かなり違いますよね。
個人的にはまあ両方とも星がたくさん写ってて、実はとても僕的には嬉しいんですけども、人に見せた時にはやっぱし左の写真の方がいいかなというふうに思います。で、一緒に買った赤外線透過フィルターで撮った写真がこれです。光害カットフィルターと同じ日に同じ角度で撮った写真です。一番明るい星一つを残して、あとはもう全滅ですね。以前撮った写真と、赤外線透過フィルターをつけた写真、色の黒さ、夜景の黒さという意味では赤外線透過フィルター圧倒的にうまく撮れてるんですけども、でも星が何といっても写ってない、星をたくさん撮りたいのに星が写ってないっていうのがやっぱりちょっと北海道目的には合致しないかなという感じですね。で、光害フィルターの写真と赤外線透過フィルターの写真の比較です。両方とも左上に私の家の屋根が映ってます。まあだから中は映ってるんですね、赤外線透過フィルターも。で、一番強い星、明かりが強い星を残して、あとはやっぱし光害フィルターで写ってる写真が全く赤外線透過フィルターの方では見えないですね。フィルターなしの方、これ結構実はやっぱり私のテレビも画面、私のモニターの画面では星たくさん写ってるんですよ。だからフィルターなしの方がまだマシというふうに私は思います。で、3倍ズームで撮った写真です。これはやっぱし先ほどと同じ8月頃に撮った写真です。3倍ズームしたらば、先ほど3倍ズームと言っても広角ズームじゃなくてデジタルズームですね。一番明るい星を真ん中近くに置いて、その周りにたくさん星があるのが見えます。皆さんのモニターではどうでしょうか、見えますでしょうかね。一番明るい星だけでしょうかね、あと真っ白ですか、どうでしょう。で、今回買った光害フィルターで撮った写真です。やはり3倍ズームで撮りました。ピントが多分合ってないんでしょうね。にじんだような星がたくさん写ってます。皆さんのモニターでも結構見えてるんじゃないでしょうか。で、同じく3倍ズームした写真、赤外線透過フィルターを使った写真です。やっぱし空が真っ黒に映る、夜空が真っ黒に映るっていうのはやっぱしいいですよね。ただ残念ながら星が映ってない、そこがもう何と言っても映ってないんです。光害フィルター、光害カットフィルターの写真と赤外線透過フィルターの写真です。同じ日に撮ったので、こっちの星の配置は同じです。光害フィルターの方の星の配置を覚えながら、赤外線フィルターを見てもやはりほとんど映ってないですね。で、光害フィルターを光害カットフィルターを使った写真と8月に撮ったフィルターなしの写真の比較です。
見やすいのはやっぱり郊外カットフィルター使った写真ですね。フィルターなしの方の写真もたくさん結構星が写ってるんですけども、やっぱし見え皆さんのモニターでは見えないんじゃないかなという感じの、こう白い背景に星が隠されてしまったような感じになってしまってます。以上、新しいフィルターを買って星空を撮影してみたので、動画比較風の動画を作成してみました。最近星空が曇ってるので、まあ、星空の写真、私が撮った写真だとか、さもなければ私が四苦八苦している様子を見て、ちょっとでも楽しんでもらえたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。